英雄伝説黒の奇跡2実況プレイパート8やっていきましょう。なんとかね、赤黒いグレンデル、一度は敗北をしましたが、タイムリープにより、結果を変えてね、なんとかね、アニエスたちの協力も得て、グレンデルの力も使うことができて、なんとかね、倒すこともできました。まあ、スギやナディアがね、助けに来てくれたっていうのも、一つのね、要因にはなってると思うんですけれども、まあ、あらかじめそのね、アニエスと合流することができたことによって、グレンデルが、使えたっていうのが、まあ、それだけじゃないか。結局その一回見てるっていうことでね、回避ができたわけですよね。はい。まあ、多分そういったところを多分利用していくのかな。これも多分ゲネシスの力なのかな。まあ、いろいろ思うところありますけれどもね、どんどん見ていきましょう。では、先に進めていきたいと思います。一日遅れになっちまったが、久しぶりだな、二人とも。昨日は助かった。にしても、こっちはあの後手厳しく問い詰められて大変だったぜ。いつの間にかとんずらしてたお前らは知らないだろうがな。逃げ足とサボりには自信があります。威張るところじゃないから。まあいい。知っての通り、ここが俺の事務所だ。で、こいつが人がアニエス・クローデルです。いい、今は2週間に1回くらいしか顔を出せていませんが、アークライド解決事務所の一員としてバンさんの助手をしています。ほほう、昨日のアラミスの制服もあれはあれでクーだったけど、今日の私服はまた一段とキュートですな。目立ちすぎず、それなりに動きやすく、それでいて個性も感じさせる格好。解決事務所の助手にふさわしいかもな。おお。ありがとうございます。ちなみにパンさんはどう思われますか？そうだな、前の服装よりもより 4SPG 向きっつうか、あー、何にせよ似合ってるじゃねえか。ありがとうございます。ちゃんと褒め方心得てるじゃない。たまにはコーヒーもいいものですな。それはいいが、少しミルクを入れすぎじゃないか。バンさんも角砂糖4個は入れすぎのような。ま、細かいことは気にすんな。とりあえず改めて助手相手に自己紹介してもらうとすっかね。俺はスウィン・アーベルだ。ナディア・レインだよ。以後よろしく頼む。こちらこそよろしくお願いします。それにしても美少女の女子とはあざとい。けどわかる、ギルドには人気絶好調の剣の乙女がいるしね。そういえば昨日アドバにいたな。確かにメディアが好みそうな容姿だった。それに対抗するため、アークライド解決事務所には美少女アニエスちゃんを押し出す戦略に、依頼人を骨抜きにする天使なスマイル、心の隙をついてがっつりたっぷりぼったくり。一体何の事務所だよ。だがアニエスなら案外そういう路線もいけるかもな。ちょっとバンさん、お二人が本気にしたらどうするんですか。気にするな、冗談だってのは分かってる。要人の娘にそんなことさせられないしね。どうして。実はあの後、アニエスちゃんのことを軽く調べたんだけど、結果はごく普通の女学生。おかしいところは何もなかったかな。つまり、保護プログラムはちゃんと機能しているみたいだけど、ならどうやって。だが帰って怪しいとも言える。
普通の女学生はこんなところでバイトなどしない。何か訳ありなのは当然として、決め手は昨日の同行者かな。ああ、ルネのことか。キンケイトさんがどうして決め手になるんでしょう。昨日の戦いであのメガネさんはアニエスちゃんを守るように戦っていたよ。裏解決での兄さんとも、遊撃士の姉さんとも違うあり方で、それは親しすぎず使命という感じでもなく、護衛というと少し大げさだけど、まるで仕事の一部のようにね。それに単に民間人を守っているような感じでもなかった。クレイの事件の時は大統領の臨時補佐官まで務めた。彼は CID の人間だな。そんなエリートがわざわざ一女学生を守る理由なんて容易に想像がつく。だから要人の娘ですか。もしくはメガネさんと恋仲だったり。それは違います。必死だね。これは思い人がいると見た。別にそんなことは。まあそれはともかく、要人の娘の方は否定しないんだ。他の条件も踏まえて考えると、アニエス・クローデルという人物の正体は。ナディア、その辺にしとけ。むやみに暴き立てる必要はないだろう。そうだった、ごめんね、つい癖で。二人は一体、私とそんなに年は違わないように見えますけど、なんと言いますか、手段は違うものの、バンさんが依頼を解決するときと少し似ていますね。まあ俺たちもたまにギルドに頼めないような依頼を受けたりするからな。実は同業者で、今日は敵情視察のためこの事務所に潜り込んだのでした。これも冗談ですよね。ま、だとしても、調停させたところで得られるもんは何もね、無駄骨だな。そう、何気に情報図面のセキュリティが硬い。だから腹いせに、冷蔵庫の中にある濃厚コクアプリをこっそり食べたのだ。てめえ、なんてことを。あれは楽しみに取っておいた限定品で。ちょっとバンさん、落ち着いてください。多分これも冗談ですから。ナーディアも適当なことばっかり言ってると、問題が一向に進まない。少しおとなしくしろ。はーい、スーちゃんの言う通りおとなしくするよ。なあちゃんはいい子だからね。どこの世界のいい子だよ。全くお前らは変わらないな。そっちこそ。いや、甘いもの好きはむしろ悪化したんじゃないか。バンさんは以前から二人と知り合いなんですね。まあな、顔を付き合わせるのは2年ぶりだが、あの時は 4SPG で遅いんだったからね。少しは恩を返せてよかったよ。あれからなあちゃんたちもいろいろあったけど、そっちも波乱万丈みたいだね。この半年くらいは特に。やっぱり裏の情報にも通じているんですね。ま、共通の知り合いもいるようだし、いろいろと知っていてもおかしくはねえか。そいつはともかく、二人は何のためにイリスまで来たんだ。観光旅行ならおすすめのスポットを紹介できるぜ。特にスイーツ店の案内にはそこそこ自信がある。そこそこでは収まらないような。残念ながらそんなのんきな話じゃない。なあちゃんたちはちゃんとした目的があってこの町に来たんだよ。それはそれとして、おすすめスイーツ店の情報は後でおいしくいただくけど、俺たちの目的は人である調べ物をすること、あるいは探し物というべきかもしれないが、本当はそんなことで裏解決の力を借りたいと思っていたんだが、そっちはそっちで大変なことになってるみたいだな。まさかあんな怪物大剣さんを目撃しちゃうなんてね。しかも片方は知り合いと来た。噂は聞いてたけど、さすがになあちゃんもびっくり。ま、詳しくは聞かないでおこう。そちらにもいろいろと事情があるだろうしな。ただ参ったな、当てが外れた。いくら裏解決屋でもあんな問題を抱えていては余裕なんてないだろう。一応他にも当てがないわけじゃないんだけどね。なあ二人とも、一つ提案があるんだが。悪い。あら、お取り込み中だったかしら。あなたは誰かと思えば CID の室長さんか。わざわざ連絡してくるとはな。こんにちは、アークライド解決事務所の皆さん。
そちらはもっと賑やかだと思っていたけれど、二人だけかしら。あいにく他の女子たちは里帰り中でね。つうかそれくらい把握してんだろうが。それでもお客さんくらいいてもおかしくはないかと思ってね。バレてら。どうだかな、そんなに繁盛してねえよ。今事務所にいるのは俺とアニエスだけだ。あれ、ルフィンさんとナティアさん、いつの間に。まあいいわ。そんなあなたたちに 4SPG があってね、今はそれどころじゃないのも重々承知だけど、話だけでも聞いてもらえないかしら。 EID からの訳ありの依頼か。今まではルネを通していたはずだが、今回は少々特別でね。うちとマルドック社の合同依頼になるわ。マルドックとな、それまたどういう風の吹き回しだ。本来は MK 側の問題なんだけど、こちらとしても無視できない状況になってね。まあ私はあくまで顔つなぎのようなものよ。詳細は向こうのスタッフに聞いてちょうだい。何があったんだ。では悪いけどお願いするわ。でも水も何でもいつ外出たんだか分かんねえな。もう切りやがった。まだ何も聞いちゃいねえんだが、次はマルドックからか。行ってるそばから、もしかしたらリゼットさんが。やった、久しぶりやな裏解決屋の兄さん。リゼットやのうてがっかりしたか。というかうちのこと覚えとるか。お前さんは確か、へえ、兄さんが噂の裏解決屋さんか。あいにくリゼットは不在でな、3週間うちが世話させてもらうで。カシム主任のしごきはえげつないやろうけど、骨は拾ってるさかい。暗示を決まりや。先日死なんでオルドにいた時以来になるか。リゼットの同僚の皆まで言わんでええで、初対面の子もおるみたいやし、改めて自己紹介させてもらうわ。リゼットの同僚のマルドック社サービスコンシェルジュ、ミラベル・アールトンや。よろしゅうな。アニエス・クローデルと申します。いつもリゼットさんにはお世話になっています。ジョーちゃんがアニエスちゃんか。話に聞いてた通りの英語みたいやな。あんたも元気そうで何よりだ。ところでリゼットはいないのか。リゼットなら別件でお出かけ中やで。もともと予定してたメンテナンスは無事に終わっとるけど、改めてそっちに向かうのはもう少し先になるんとちゃうかな。元気にやってるならいいさ。急いでこっちに戻ることはない。ぼちぼち兄さんとこの書類が溜まってくる頃やから心配なんて言うとったやけどな。兄さんとこの書類がなのね。書類のことなら私が頑張って何とかします。いやお前にも学校があるだろう。兄さん恵まれとんな。おっと、本題忘れるとこやった。依頼の話やな。その話だが、今回はテスター関係の内容じゃなさそうだな。 CIT が絡んでいるのもそうだが、リゼットが担当じゃないことからも今までの依頼とは黄色が違いそうだ。その通り、今回は我が社の新規事業に関わるトラブルを解決してほしいんや。新規事業、また何か物騒なもんじゃねえだろうな。まあまあそう警戒せんと。むしろこれは財阀の民生化とともに一般市民にまで客層を広げた事業でな。その名もメルヘンガルテン。おとぎの定常でいいのかな。綺麗な名前ですけど、どういうものなのか見当がつきませんね。まあそりゃそうやろ。何せ財阀と動力ネットを利用した世界初の仮想空間サービスやさかいな。オンラインゲームですか。つまり仮想空間サービス。確か我が社の仮想戦闘シミュレーターはテスト済みやったな。ああ、財阀を介することで戦闘の疑似体験ができる代物だったか。痛みまで再現されて、まるで本当に訓練しているかのようでしたが。ああ、その再現度の高さは兄さんたちも体験した通りや。で、メルヘンガルテンはそれをさらにアップデートさせたもんになる。動力ネットからデータを読み込むことで、より大規模な領域が生成できるようになった上、遠く離れたユーザー同士でも同じ仮想空間に接続できるようになったことがもう一つの利点やな。
つまりいつでもどこでも誰とでも行ける、それがメルヘンガルテンの世界っちゅうわけや。なるほど、現実を再現した、もしくはそれを超えた疑似体験、それに加え距離の制限まで取っ払った人と人とが接触するためのバグか。規模が大きすぎて完全に理解したとは言えませんが、確かに夢が広がる話ですね。分かってもらえたようで何よりや。で、それが乗っ取られてしまった。あは、乗っ取られてしまった。メルヘンガルテンが乗っ取られたって。おいおい、天下のマルドック社が一体何の冗談だ。残念ながらそれが事実やね。誰がどうやったんかもさっぱりわからん。それも建設中の仮想空間だけやない、ソースコードまで奪われた始末でな。勝手にコントロールされた上にいろいろと改造まで加えられとるみたいなんや。マジかよ。 MKS のサイバーセキュリティは最新鋭、たとえ子猫のようなトップランクのハッカーでも痕跡を残さず侵入するのは不可能だろう。そいつを乗っ取ったなんてにわかには信じがたいが、つまり兄さんたち裏解決に依頼したいのは乗っ取られたメルヘンガルテンの調査と奪還ちゅうわけや。なるほど、話は大体わかった。その上で一つ聞かせてくれ。うちに答えられることなら何でも構わへんで。テスターならともかく、そもそもなんで俺たちにこんな依頼をする必要がある。マルドックには各種トラブルに対応できる専門家が揃っているはずだよな。それがな、みんなお手上げやねん。能力云々以前に通常の方法では今のメルヘンガルテンには干渉すらできへん。それでも依頼してきたということは、まるで俺たちには通常以外の方法があるような物言いだな。ではな、弊社の分析システムの試算によると、動力ネットにも依存しない通常の規格より数世代上の超高度な計算能力を持つ AI なら今のメルヘンガルテンにアクセスすることも可能。そんな結果が出とてな。そこまで超高性能な AI はあのバブル受験以来最新の技術でも実現できとらへんけど、裏解決の兄さんなら心当たりあるんちゃう。それってメアちゃんのこと。あく、どこまで知ってんだよ。正直な話、大したことは知らんで、ただいくつかのデータから導き出した結果や。それに誤解のないよう言うとくけど、リゼットがそっちの守秘義務に違反するようなことは何もしてへんからな。わかってる、彼女のことは信頼してる。そもそもあんたらにいつまでも隠し通してるとも思ってねえしな。ほんで引き受けてくれんのか。おっと、一つ補足し忘れてた。メルヘンガルテンが乗っ取られたのはちょうどイーデスの水面下で赤黒い化け物が暴れ始めたのと同じ時期や。別に両者が関係してる証拠なんてあらへんけどな。ただ念のため参考までに使わせてもらったわ。マンさん、ここまで言われちまったら引き受けるしかねえだろ。つうかリゼットの同僚だけあってお前さんもかなり有能じゃねえか。契約者様にやる気立たさせるのも SC の仕事の一部やさかいな。ほんなら事務所の端末に接続用のプログラムを転送すんで、それをザイファで起動すればメルヘンガルテンにアクセスできるっちゅうわけや。本来ならな。あとは頼んだて。ほなな。なるほどね。なんか始まりでもなんかそういうのがあったよね。そういう特殊な空間。ガンダムテリまたトンズレこきやがって。いつの間にかいなくなってたので驚きました。そのお二人は一体、その辺はおよびわかんだろ。今気にすんな。これだな。やっぱ普通に起動しようとしても繋がらねえか。ミラベルさんの話によると、メアちゃんの協力が必要なんですよね。ですからそのためには、グレンデルが必要な状況にならないと。必ずしもそれだけが条件とも限らねえみたいだが、イレギュラーとはいえ、論外での一件なんてのもあったしな。確かに。そういえばあの時は私たちに呼びかけに答えてくれましたけど。どうこうしたか。いえ、何でもありません。ともあれ、何者かに乗っ取られたっつうメルヘンガルテン。そしてあの赤黒野郎が関わってるんだとしたら、あるいは。無駄かもしれませんけど、メアちゃんに声をかけてみますか。そうだな。反応しやがったか。
昨日の今日なのに忙しいったりありゃしない。あの赤黒い風が一体何に関わってるって？メアちゃん、俺たちの話はある程度聞いてやがったみてえだな。ま、裏から断片的にだけどね。ふーん、これがメルヒンガルテってやつね。確かに普通じゃない気配がするわ。単刀直入に言うぜ、メア。実はお前に頼みたいことがあってな。さっきザイファで走っていたプログラム、そいつを正常に起動させて、俺たちは向こう側、仮想世界にアクセスできるようにしてくれねえか。やれやれ、勘違いされても困るから改めてちゃんと言っておくけど、私は由緒正しきなのよ。気安く頼っていい存在じゃないんだから。伝わってねえから意味ねえよ。聞こえているはずなのにやっぱり認識できない。そうか、なら無理は言えねえな。スペシャルでマーベラスな専用フォロー、メア様ならこのくらい朝飯前だと思ったんだが。まあ確かに私はそんちょそこらのフォローとは違うけど。ちょろいなお前。そのお願いです、メアちゃんだけが頼りなんです。ああ、もう仕方ないよね、そこまで言うなら。ふむふむ、確かに入り組んでるわね。でも私にかかれば。プロセス完了。お望み通りルートをつないでおいたわ。これであんたの財布を起点にすればいつでもあっちにアクセスできるわよ。やるじゃねえか、ありがとうメアちゃん。ま、何があるかは保証しないけどね。十分だ、あとは俺たちで調べたく。そう、ならせいぜい気をつけなさい。さすがメアちゃん、気まぐれつーかなんつーか、いつでも当てにできるわけじゃねえが、そうは言っても助かるぜ。そんじゃ早速メルヒエンガルデンやるとやらに行ってみるか。はい。体が飛ぶわけじゃねえんだろ、意識だけ行くの。どういう感じで、なんか頭になんかつけるとかじゃないんだね。俺むしろなんか始まりやった時にこういう空間あったよね。ポムめっちゃ出てくるやつ。まあ、偶然でいいのかな。メルヒエンガルテン着いたか。ここがメルヒエンガルテン。なんとも不思議な光景ですね。確かにおとぎの世界みたいだね。それに感触ありありだ、すごい技術だな。はい、仮想戦闘シミュレーター以外の時にも踊りきましたが、これはそれ以上に。って。やっほー。ナーディアさんにスミンさん？悪いな。驚かせるつもりはなかったが。お前ら、ついてきたのか。というか、ずっと隠れてたみたいだな。あの室長さんと何かあったわけじゃないけど、CID はちょっと苦手なんだよね。とある宿主に関することで目をつけられちゃってるのもあってさ。しばらく付きまとわれたこともあったな。あれか。そうなんですね。CID にそこまで警戒されるなんて、まあそれだけの人物ですから。それでとっさに姿を隠したんだが、なかなか出てくるタイミングがなくてな。で、二人が何か面白そうなことしているみたいだから、財布に同じものを導入してこっそりついてきちゃいました。お二人が近くにいたなんて全く気づきませんでした。そういう訓練を受けたことがあるからな。もっともあんたの目はごまかせなかったようだが、目というか鼻を聞く方なんだな。たくにしてもこっちは一応仕事中なんだが、まあだがちょうどよかったかもな。バンさん、守秘義務の観点からすれば本来はありえねえことなんだが、ついてきちまったもんはしょうがねえ。こうなったらお前らにも今回の仕事は手伝ってもらうからな。いいよ、面白そうだし、ここまで来たら最後まで付き合うさ。いいんですか。ま、こいつらは信用できるし、修羅場も相当くぐってるからな。それにシミュレーターの産物とはいえ、一遍に調査するのは難しそうだ。戦力を大いに越したことはね。お前も気張っていけよ。はい。さてと、ここがどういう場所かはさっぱりだが、慎重に探りながら奥に進むぞ。了解だ。
レッツゴー。なるほど、はいはいはい。で、まあ、ここからはナーディア、ヤスウェンも加わってくれるということで、バンのレベルが一番低い、結構ちょっと気になるな。攻撃力高いね。まあまあまあ、バンはタンクだからね。物理アタックはスウィンに。魔法攻撃はアニエスの方がちょっと高いのか。なるほどね。じゃあヒーラーな感じで動かしていこうかな。え、なんか、いるちゅうのか。使えないのね。なるほど、なるほど。あ、技名変わった？仮想空間といえども魔獣のようなね、仮想の敵ではあるんでしょうけれども、まあそういった連中がいるみたいですしね。まあ何か、悪いこと企んでいる連中がいるらしいということで、一応気をつけて進みたいと思いますが、それの様子また次回ですね、見ていきたいと思います。では、au 伝説黒の奇跡2実況プレイのパート8を最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。